はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、5歳若く見えるボブのスタイリング方法についてご紹介します。昔に比べてやっぱ年齢をね重ねてくると、お肌のトーンだったりとか髪質がね変わってきて、うまく決まらないっていうことって結構ありませんか？今日は普段やってしまいがちなスタイリング方法と、若く見えるスタイリング方法をご紹介します。ポイントは3つになります。1つ目は前髪、2つ目はトップのボリューム、3つ目はシルエットになります。これをやるだけで若々しく見える髪型になりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず多分皆さんやりがちなスタイリングで言うと、例えば前髪ちょっとね分け目がついちゃってたりとか、形バランスがあんまり綺麗じゃないパターンが結構多かったりします。あとはトップの部分、ここがボリュームがなくてペタンとなってしまいます。最後シルエットが四角いシルエットになってるのが分かりますかね。この3つを改善するだけで若々しく見えるスタイルになります。まずねぱっかり分かれてる前髪は水とかで少し濡らしてドライヤーで分け目を取ってあげる。で自然に降りるような感じでドライヤーをかけてあげるとベストかなと思います。こう生え癖によって前髪が降りないっていう方に関しては、最近ではねこの生え癖矯正みたいなねハサミがあったりします。これを入れることによって、今までね生え癖がついてて前髪が降りないっていう方も降りるような感じになりますので、これをねやってる美容師さんだったりとかね、気になる方はお問い合わせください。である程度前髪が降りたらコテで少し丸みをつけてあげる。で少しふんわりさせていく。基本的にねこうペタッとしやすい前髪になりがちな方が多いので、目だったりとか、まあ、ヘアアイロン、あとはカーラーだったりとかで丸みをつけるようにしてください。でアイロンで巻いたら少し溶かしてなじませてバランスを整えていきます。でその時にね少し隙間があるような抜け感があるような前髪にしてあげると今っぽく仕上がります。次にトップの部分です。これは濡れている時に乾かし方がポイントになります。多分皆さんお風呂上がりとかってこう乾かす時ってもうこの状態でガーッと乾かしている方がほとんどかなと思います。乾かす時にこの分け目と少しね分け目より横の部分で分けてあげて、このままドライヤーをかけてあげる。まずはこちら側からで乾き終わったら反対のこちら側に分けて、こちら側で乾かした。で、全体的に乾かして、バランスを整えていくと、根元が立ち上がって、ふわっとしたトップになります。最後にね、全体的なシルエットなんですけど、やっぱりね、こうストーンとして四角くなってしまいますので、ヘアアイロンとかで毛束を取って、内巻きに入れていきます。で、できれば毛先、っていうだけじゃなくて、この中間あたりぐらいからコテを入れて、このぐらいのカール、あんまり強すぎたりとかしてもね、ちょっと老けて見えたりもしますので、このぐらいのねゆるい内巻きカールをつけるようにしてあげるとシルエットが綺麗になります。全部ねやるとこんな感じの形になります。前髪が少しふんわりとして抜け感があるような状態で、トップに少しボリュームがあるような状態、裾の部分のシルエットもストンとしてる四角いシルエットじゃなくてひし形のシルエットになる。この3つのバランスが組み合わさると綺麗な若々しいヘアスタイルになります。はい、ということでこんな感じでお送りしました。このね3つのポイントをやるだけで全然スタイルが変わったかと思います。最初ちょっと難しいかもしれないんですけれども、何回かやってるうちに慣れてきますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。